どうも高井です。 0.1% の支配者のみが操る話術によるパワーゲーム。このコンテンツは以前私が投稿したコンテンツ9割の人が磨き方を知らない、影響力を出すシンプルな話術の基礎、そちらのコンテンツを使用して磨いて実践した人は今回のコンテンツを使用することによってより影響力を増し、支配者みたいな立場になれるという動画です。実際パワーゲームというのはどういうものなのかを話していきますね。パワーゲームとは狩りにおいてあなたが狩る側、相手を狩られる側とそういう立場関係になるという話です。あなたは絶対的強者であり、相手は絶対的な弱者である、そういう立場になります。あなたにとってそれは理想的ですか、それともいじめてるようで嫌になりますか。話術の基礎ができた状態を自転車漕ぎでいる状態と想像するならば、今回の基礎で磨かれた時点であなた自身はほぼ自転車に乗れている、でも補助輪ついちゃってる。その補助輪とはとかっていう言葉をつけて話し始めるっていう状況。まずはその補助輪を外してしまおう。勇気を持ってください。補助輪を外して喋ることによってあなた自身は間というものが使えるようになります。今まではとかって言葉を使うことによって間を塞いでしまったので、まだ使えてないっていう状況なんです。その間を使うということにまずは慣れていく。で、間とは沈黙を指すので、その沈黙をうまく使うというのは今後あなたにとって非常に有力な武器となります。相手に質問を投げかけた上で相手はそれに対してうーんって考えて、考えれば考えるほど間、つまり沈黙という時間は伸びていくし、相手が頭が真っ白になればなるほどあなた自身は補助を出さずにただ見て守る、見守るってこと。それをやることによって相手はよりあなたに目を合わせずに、どうだろうなーってあえて目を切って話をしてくれる。この状況は非常にあなたによって力関係としてあなたに有利に働くので、ぜひとも沈黙の時間にうまくなれる、そういう訓練をしてみてください。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。